はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。8月のシンデレラ9、なんかいつもと違う感じで始めてしまいましたけれども、はい、というわけで今回もね8難やっていきましょう。ということで、前回の続きです。これは後編になっておりますので、まだ前回の動画見てない方はね、あの前回の方を見てからこっちに来ていただけるとありがたいでございます。というわけで今回も、高梨ゆずちゃんのストーリーを見ていこうと思います。というわけで、前回までは、第3話まで見てましたね。8月のシンデレラ9。はい、というわけでね、まあ早速第4話見ていこうと思います。で、前回どこで終わってたから、なんかまあ見てもらったら分かるんですけど、前回の動画を歓迎会してて、翼さんってもしかしてってゆずちゃんが言ったところで終わったんやったかな。なんかそんな感じでしたよね。翼さんってテンテンテンみたいなで終わったんで、その4話から見ていこうと思います。8月のシンデレラ9。先輩って、あ、そうそうそう、これこれこれ、1年の時からキャプテンなんですか？うん、一応ね。じゃあもしかしてこの女子野球部を作るのに最初から関わっていたりとか？そうだよ、有原は伝説の伝説の総部5人組の1人だし。やっぱり最初の頃みんなでチラシ配ったりとかすごく頑張ってましたよね。あは、なんだか懐かしいね。もう1年以上前の話やもんな。すごいですね、一から野球部を立ち上げるなんて。でも私一人じゃできなかったよ。みんなが助けてくれたからできたんだよ。でももちろんチョスもね。も、今チョスのことをもって言った？はてな。高梨さんって高級の経験者なんですよね。ボールのさばき方とか手慣れてますし。あ、はい、リトルリーグからやってます。あ、やっぱりそうだったんですね。動きが違うなって思ってました。リトルシニアとかボーイズには入らなかったの？中学の時はリトルシニアで一応3年間やってました。そういえば高梨って越境組だっけ？中学は違う県だったって聞いてるよ。そうなんですか？それなのにうちの学校に？あの夏の大会に出てるところをネットで見て、本当はもう野球は無理かもって思ってたんです。近く、うちの近くに公式の女子野球部なかったし。もったいない。でもこの女子野球部のことを知ってここでなら頑張れるかもって。なるほど。うん、この部なら野球頑張れますよ。皆さんいい人たちですし。はいはい、そうそう、飲みな、オレンジジュース飲みな。てんてんてん。お、どうした？あれ、有原どうした？急に静かになっちゃったけど。泣いてるやんって何、どうしたの、なんで泣いてるの？あ、あはは、ごめん、高梨さんの話聞いてたら女子野球部作って本当に良かったって思って、そしたらなんか泣いてた、あはは。有原さん、いろんなことあって大変なこともいっぱいあったけど、野球がしたいって思う女の子の力になれたのなら本当に良かったよ。ううーぐすん、有原さんかっこいいです、ぐすん。泣いてるやん。みんな泣き出した。な、超直江までもう勘弁してってば、私までうるっと来ちゃうじゃん。ああ、もう初日から先輩3人を泣かすなんて困った後輩だな、高梨。ごめんなさい、あはは。高梨さん、大丈夫。もう心配いらないよ。私たちと一緒に思いっきり野球を楽しもうね。はい。はい。先輩たちみんないい人だ。そう、いい人しかおらんのよ、結局。私は本当のことが言えなかったのに、なのにこんな風に言ってくれて。というわけで第4話見ていきました。じゃあ第5話第6話と見ていきましょうか。なんかゆずちゃんもいろいろありそうですね。あ、来た来た。おーい、高梨、僕のこと待ってたのか？むふん。むふん。あ、違うよ、待ち伏せとかそういうんじゃないよ。そのお惣菜とかお弁当の美味しいお店が
ったら教えてもらおうと思って。ほら私初めての一人暮らしだからさ、この先晩ご飯とかどうしようかなって。一人暮らしなん？マジか。高校生で一人暮らし。ああ念のために言っておくけど、別にお料理ができないとか苦手とかそういうことじゃないよ。てんてんてん。チョスは今おばあちゃんの家にお世話になってるんだっけ。いいな、絶対ご飯美味しいやつだよ。今度チョスの家でご馳走になりたいな、リトルの時みたいにさ。いいでしょ。高梨、ちょっと話しておきたいことがあるんだ。お？おや？なになに？高梨とは昔リトルで一緒にプレイした仲だし、うちに来てくれて嬉しい。そんな照れるな。でも僕は今女子野球部の監督で、部員は他にもたくさんいる。あの頃と今は違うんだ。ん？あの頃と違う。どうして？なんで？なんでそんなこと言うの？だから今日はちゃんと先輩と後輩の関係を大切にしたいんだ。え？付き合ってるわけだなら別に。そういうことじゃないよな。うん。こういう時は構わないけど、練習中や学校では高梨も気をつけてほしい。監督として他の部員に示しがつかないしね。偉いな。偉いな監督。そうだよね。私ついあの頃みたいなノリになっちゃって。先輩と後輩、監督と選手だもんね。もう私たちはもうダメだな私。反省反省。ごめんな、なんかきついこと言っちゃって。うん、うん、むしろ嬉しいよ。そういう野球に真摯なところ変わってなくてさ。でもそうなると一つ問題があるんだよね。チョスのことを今後どんな風に呼ぶべきか。むむむ。それは普通に監督とか先輩とか。それじゃ可愛くなくない？可愛さ必要？当たり前じゃん。女子は可愛いのためなら悪魔にだって危険球を投げる生き物だよ。監督先輩、先輩監督。あ、監督くん。監督くんとかどう？ゆるくて可愛くない？絶対に返事しないぞ。もうわがままだなチョスは。僕のせいなのか。まあいいでしょう。チョスの意見は最もだし、チームのことを思えば当然のことだし、もうあの頃とは違うんだし。悪いな、それじゃ。ねえねえ、あ、一つ確認。グラウンドの外ではチョスでいいんだよね。いつまでも変わらないあの頃みたいに。もちろん。よかった。じゃあ今はグラウンドの外からセーフ。ねえチョス、チョスチョスチョス。これは可愛いな。うるさいな。これは大人気ですね、伊豆ちゃん。もう俺も伊豆ちゃん推しになろうかなってぐらいのそれですわ。というわけで第6話見ていきますか。8月のシンデレラナイン。幼なじみもなかなか辛いですね。泣く子はいねえが。どうしたどうした。どうしたどうした。あ、ついに無視。ひどい。私も微妙かなって自覚はあったけど、これでもう1週間か。まだ続けるのかこれ。なんで。ぐぬぬ。せっかく昨日の夜からどうやってびっくりさせようか考えてたのに。そんな時間があったら早く寝ような。練習ついてこれなくなるぞ。正論。はーい。あ、そうだ高梨、まだ入部届出してないんだって。先生が困ってたぞ。うん。あ、うん、ちょっとだけ迷ってて。なんだよ、他に入りたい部活でも見つかったか。そんなわけない。野球以外の部活やるぐらいならこっちの高校に来たりしないし。じゃあどうして迷ってるんだ。ねえ、私野球やってもいいのかな。なんでなんで、なんでそんなこと思う。私さ、小学校卒業した後シニアの前にボーイズのテストを受けたんだ、チョスがいたチームの。ほう、そうだったのか。知らんかったよ。でも落ちちゃって。私リトルでずっと4番だったじゃん、ずっと。だから落ちるわけがないって自信満々だったんだけどさ、うちのチーム選考厳しかったからな。そのテストで気づいたんだ。私がゴロにしかできなかった球をリトルでは私の補欠だった男子が簡単に外野まで運ぶのを見て、
その瞬間野球から見放された気がしたんだ。ああ確かに、今思えばそんなことでってそういう風に思えるんだけどさ、でもまたそんな思いをすることになったらとか考えちゃうとさ、なんか私本当に野球好きなのかなって。こっちでなら私のことを知ってくれてるチョスがいてくれるならまた野球を頑張れるかもって思ったんだけど、でもやっぱり怖くて、誰も自分のことを知らない場所を求めてそれまでいたところから離れて、それ僕と同じだな。そうかも。おいおいおい、なんだこいつら。でも僕はこうしてまた違う形ではあるけれど野球を始めてる。部のみんなだってそうだよ。一度は野球を嫌いになろうとした人もいた。でも結局前より野球を好きになってる。てんてんてん。野球を好きな気持ちってそう簡単にはなくならないんだよ、高梨。私もう一度野球できるかな。もちろん一緒にやろう。ふふ、好きな気持ちはなくならないか。本当にそうだよね。よし、私頑張るから見ててね。じゃなくて見ててくださいね、先輩。青春かよ。なんだよそれ。いいな、青春ですね。皆さん、皆さん青春してますか？どうですか？いや、いいお話ですね。というわけで、第6話見ていきましたけれども、これはもう、ゆずちゃんファン急増するんじゃないですかね。ちなみにですね、今、ゆずちゃんのスカウト来てたよね。まだ来てるかな？あ、来てますね。7月16日までやけど。高梨ゆずちゃんの、スカウトが今来てますので、もしよかったら皆様ね、引いてみてはいかがでしょうか。いやー、これはちょっと欲しいな。ストーリー見てから欲しくなるよな、スカウト。ゆずちゃんだっていい子やん。でもショートかーって思うよな。超属性のショートが直江ちゃんと新田ちゃんでいるんで、なんかなかなかね、かぶるよねっていう。まあ、それ置いてもちょっと欲しいんで回したいんですけど、ちょっとナインスター足りひんよなっていう感じはしてますね。そんなわけなんで、もしよかったらね、みんな余裕があれば回してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、まあ今日はこの辺で終わっておきたいと思います。皆様よかったらね、コメントの方よろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは、こちら、あとね、概要欄にも貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。というわけで、以上、チョスイ南水産のチョスでした。バイバーイ。